張れベレーザ頑張れ。21分ベレーザです。この藤野の右足の強烈なシュート、先制弾となりました。今季6ゴール目です。ベレーザです。今季初先発の松永、藤野から植木と追加点を挙げました。ベレーザです。タイムベレーザ、ここに西川が合わせていきました。ベレーザの3点目、ここよく詰めていました。0で前半を折り返します。69分です。ベレーザ、松永のシュートでした。今季初先発、非常に躍動していました。78分、大宮です。その大島抜け出して返した大宮。80分ベレーザです。土方のシュート、86
注意君大宮です。この大島から井上のシュート、ここは田中のセーブでした。87分大宮です。ここも大島が崩したところ井上が合わせました。ベレーザ対大宮の一戦、3対2でベレーザが勝利しました。中断しますけど、次は完封勝利できるように頑張りますので、また応援よろしくお願いします。このまま喋ります。今日もたくさんの応援ありがとうございました。自分が得点をしたのを忘れるぐらい難しい試合にしてしまったので、次からは葵が言ったみたいに完封勝利できるようにこれから頑張りますので、優勝を目指して一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。ですババアです。27歳になったんで、ちょっともうちょっと女性らしく頑張りたいと思います。